ゆくきん TEBEAB でいい。あと YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、怒りです。マジで？結構前のパスタやミートソースね、お気に入りのパスタのミートソース売り切れちゃった。他1個2個3個言ってなかった？昇進じゃなくてもお店か。僕が福神のチャーハン大好きなのに、中野と高円寺に1個ずつあった福神がなくなっちゃうとか、潰れてセンカーにはあるけどさ、僕が好きなものがどんどんなくなっちゃうんだよ、腹立つっていうのの延長で、本日どこ行ってもの、お店に売ってなくなっちゃった商品がこちら、旅する氷結カリビアンモシート。美味しかったのにさ、まあ先に言うとこっちか、旅する氷結ヨーグルモサワー、まあよくあるホワイトサワーみたいな味の、ちょっとスモモなんだ、この桃みたいな桃かわかんない、ちょうどいい甘ったるくてね、家で大概飲むのビールかお茶割りかワインだけど、甘いのが飲みたい日があるだよ、体クタクタに疲れててでも飲みたい日かな、とかやたらただ喉が渇いてる日かな、ジュース飲みてって日か、これがうめかったので、甘ったるいじゃないけど、でもちょっと甘いお酒が飲みたい、これ爽やかな、このカリビアンモヒートの方ね、こっちは、甘いお酒飲みたいけど爽やかなのがいい日、こっちで、とにかく必ず僕買い置きしてあったの、冷蔵庫に白2緑1あるぐらい、それでね、最近飲んじゃったから探そう、買いに行こうと思って、いつも行ってる格安環七の近くの高円寺の行ってもない、他のどのコンビニ行ってもない、今日声優行ってもない、もうほぼ行ったない、おそらく製造中止かな、ちゃんとネットで調べてないけど、こんなにないってことは、まあどんどん新しい商品が出てんのかな、でもこれっぽい、これに変わるなんか美味しいのがまだわかんないし、なくて困ってるよ、甘いの飲みたい日よ、好きだったのにさ、腹立つ。でね、そんなこと言うなら、アマゾンとかで探しゃ、楽天とかで探しゃあるよっていう人いるかもしれない、ゆく、おい、ゆく金と、で探しゃきっとあるんだよ、だけどちょっと割高になってるか、なんだろうな、送料とかちょっとプラスで払ってまで欲しいわけじゃないの、わかる？普通にその辺で買ってサクッと飲みたいし、今後もあるなら飲みたかったのに、おそらくもう廃盤なら廃盤で、もうそんな無理して追わないっちゃ追わないんだけど、わかる？でもなくなったのは寂しくないっていう。で、この二つ、甘いお酒なくなっちゃったのと、もう一個、こちら。クノール、大手のね、クノールさんのカップスープ、ベーコンとポテトがたっぷりのポタージュ。美味しかったのに、僕こればっかり買ってたのに。パスタ食うとき。ブスタじゃないよ。今、ブスタか。ね、なんだろう、いつも家でさ、米は炊くだけ炊いて冷凍で、それチンしてレトルトカレー食ったり、ソーセージと目玉焼き焼いて食ったり、まあ、米食うときは味噌汁が合うじゃん。で、まあカップラーメンとかならまあスープもついてるし、パスタ食うとき、まあ洋風じゃん。ミートソースとか、和風パスタもたまにあるけど、まあまあ、ね、バジル、バギナとか。パスタ食うときは、洋風のスープが飲みたいわけよ。で、もっぱらこれだったの。美味しかったの。ベーコンとポテトたっぷりのポタージュ。これもどこに行ってもないだよ。腹立つ。美味しかったのに。どこ行ってもない。さっき言ったネットではあるんだろうけど、もうおそらくこれ廃盤なの。こんな探してもないってことは、声優にもなかった。
腹立つな、美味しかったのに。ポテトのみのポタージュあるよ。ベーコン入ってるからええやないかって話なの。ベーコン入ってるの好きなんだよ。ペペロンチーノだって正式にはベーコン入ってなくてもペペロンチーノって言うんでしょ。ニンニクと唐辛子で炒めりゃ。ベーコン入っててほしいの、コンビニパスタみたいに。ちょっと邪道かもしれないよ、でもベーコンが大好きか、そうでもない、それが豚バラだろうが合わないかもしれないけど、肉とか入ってる方が嬉しいっていう、そういうことですよ。でもこれは絶対ないと思って、結構探したのにないから、諦めの夏、高田水江ってことで仕方ねえ、声優でこっち買ってきてよ、しょうもない。これは結局うまいな、知ってるよ、いつだってうまいよ粒コン。まあそんな買い置きしてなかったけど、もうベーコンポテトがないから久々に飲んで美味しさを思い出そうっていう。でこっちもさ、まあまあキノコのそんなね味しない方だろうけど、どうせちっちゃく刻んであるだけで、キノコがそんな嫌いじゃない、好きだし、ポタージュを思い出すならこれかなと思って、そんな美味しくないかな、飲んだことあるような気もするけど、これがない、ベーコンがないことにムカついてんだよ、腹立つ。なんで僕が好きなもんがどんどんこの世からなくなるの、僕の友達を奪われてる気分。どんなんだって話だけど、なんか地球上に僕だけ取り残されちゃわない、このままだと。僕の好きなもの、牧原紀之の歌みたいに言っちゃったけど腹立つなぁ。なんで僕の好きなものこんな取り上げられるの、僕が何をしたっていうのですか。そうでしょ、まあ粛々と生きていきますよクノールさんどうしてくれんだ、腹立つ。あんまり僕の好きなものを奪わないでください、メーカー各社の皆様、登録してね。